どうも、かいこーちです。今日はですね、玄関の下駄箱を DIY で作ろうと思います。早速やっていきましょう。こんな感じで塗っていきます。棚柱全部つきました。この棚のサイズをちょっと間違えてしまいましたね。今 2x4 材を4本アジャスターでしっかり立てたところです。もう棚柱もついていて、棚受けのね、金具も全部つけてあるんですけど、一個ね、ちょっと問題がありまして、計算ミスで、このね、棚に使うための OSB 合板、切ってきたんですけど、ホームセンターで。ちょっとだけ長さが長くて、全部で12枚あるんですけど、それを切らなきゃいけなくなっちゃいました。で、今、こんな感じで、ここに切らなきゃいけないところに線を引いたんで、これをね、全部切りたいと思います。結構大変だけど、でもね、もう実は12枚のうち10枚はもう今切っちゃったんですけど、あと2枚これを切ってはめていきたいと思います。で、なんでこの棚がちゃんと計算できてなかったかというと、まあ間違えちゃったんですけど、ここですね、壁と 2x4 材の隙間ができていて、僕が計算していたよりもこの棚柱とこっちの棚柱の距離が短くなってました。なんでかっていうと、この左側の 2x4 材の下の方にグーッといくと、ここにね、木の出っ張りがあって壁にぴったりつかないで少しだけ隙間があるんですよね。このおかげで、まあこれね、これを計算に入れてなくて、 2x4 材が壁にぴったりついた状態でこの距離が何センチになるかっていう計算をしてたんで間違えちゃいました。じゃあ切っていきます。しんど、12枚切り終わりました。あとはこの切ったパイン材をここに乗せていくだけで完成です。最初はちょっと乗せちゃいましょうかね。最初はこの柱が押された時にずれないように、上と下はこの棚とこの柱をネジ打ちしようと思ったんですけど、意外とこのアジャスターで立てただけなんですけど、この 2x4 材がね、結構しっかり立ってるんで、とりあえずネジ止めしなくても棚受けにそのまま棚を乗せていくだけでもいけそうっちゃいけそうだなって感じなんで、ちょっと様子見てやってみたいと思います。こんな感じですね。こんな感じで棚を入れていきたいと思います。もうこれで完成ですね。もうたったこんだけですよ。たったこんだけ間違えただけで、間違えたために切る羽目になって、こんなにね、12本ですよ。もう汗だくです。よし、ぴったりぴったり。
ケイ、はい、11段の下駄箱が完成しました。かなりね、高さがありますよね。じゃあ完成したこの下駄箱近くで見ていきましょう。一番下はね、ちょっと隙間を空けてます。ここはブーツとかを入れたり、まあ置いたりしようかなと思ってます。でその上が結構間隔が狭いんですけど、この辺の低いところは子供たちが靴を入れるので、スペースというか、まあ間隔が狭くてもいいかなって感じですね。でこの辺からちょっと大人の靴を入れるので間隔も広くなってます。結構ね、差がありますよね。はい、ここまでこんな感じです。靴？どこでもいいよ。靴？うん。靴でもいい。引きで見るとこんな感じですね。こんな感じに高さを使ってたくさん収納できるようになってます。お手伝ってくれるの？パパもなんて置いたの？ありがとう。置いたの、パパ。うん。どうですか？使いやすい？使いやすい。ああ、使いやすい。使いやすい。全部入れてくれるの？全部入れてくれる。よし、じゃあ片付けようかな。お、パパの靴も入れてくれるの？パパの靴ちょっと狭い。狭い？じゃあその上でいいよ。上の段はそこに入れる？イエーイ、タッチ。はい、一通り靴並べてみました。こんな感じです。靴がね、ちょっと多いですね。でもなんとかかなり収まりました。あ、こらトドンプッホッ。トゲ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 。はい、というわけで玄関の下駄箱、まあ下駄箱っていうか靴棚ですよね。靴棚完成しました。ちょっとね、途中でこのサイズのねミスとかがあって結構大変だったんですけど、なんとか作ることができました。まあ、まだまだこのマンションの中で DIY できるところがあるかなと思うんで、できるところがあったらやっていこうかなと思っています。よかったらまた次回の動画もご覧ください。さよなら。あ、そうそう、この棚の部分にビスを入れときました。ここがね、スライドして前にスッって出ちゃうんで、こんな感じでビスを打って、こっち側もこっち側もビスを打って、棚がねスライドしないようにやっておきました。はい、じゃあさよなら。